誰でも簡単に山妻ガツチを倒せる虫というわけでね、総中根のある戦術があまりにも天妻勝地を簡単に倒せてしまったんで、装備をがっつり縛ってマジでサンブレイクに行って M10 まで駆け抜けた人でも多分倒せるであろう戦術をお伝えしていくでござるよ。とりあえずここで閃光玉を投げます。拙者は閃光玉を忘れています。閃光玉がないので無理やり大砲を当てます。この大砲は時間で回復するんでね、まあ比較的時間のかかる戦術なので大砲はきっちり当てていきたいところ。はい、ここで閃光玉を、まあ、閃光玉の効果切れてないと思うのでまた撃ちます。拙者は閃光玉を忘れています。ちなみにこの閃光玉っていうのも一つぶっ壊れてるってことだね。そしてここからはやることは一つ、総中根の陰弾を飛ばし続ける、陰弾を飛ばし続ける、そして粉塵を増やす。まあ、これ総中根分かっている人は別に陰弾飛ばしじゃなくてもいいんだけども、まあ、粉塵を貯めると。そう、そしてサンブレイクからやってきた粉塵爆破3000ダメージ。これさ、スキルっていうか装備は普通のオロミドロを一式に生存スキルを持って、で武器はラスボスの総中根で粉塵集約用の虫だけでござるよ。このダメージが出てしまう上にこれ非常に安全でござるね。まあ天妻ガツチ自体はね、どれぐらいの人が倒せない、今現在まだ倒せない、昔のミラボレアスほど強いモンスターではないので、まあ、そんなに苦労している人はいないかなと思うでござるけども、まあ、これを繰り返すことによって、だいたいねこの動画だと撃つし共感縛りにしてるんで15、6分でござるけども、ちゃんとチャンス時に殴りのモーションも覚えておいて、でかつ盟友も増やして、で音も今コレクトにしてやるけども、ちゃんと火力のお供にしたりすると、まあ、一周12、3分でござるね。拙者でもそれぐらいの速さになるでござるよ。さあ、まあ見ていくでござる。とりあえず粉塵をとにかく当てる、粉塵をとにかく当てる。でちなみにこの時に武器もこれラスボスの武器を使ってるでござるけども、これ属性値が滅法低いので一応竜属性通るでござるが、残属性の領中は武器の属性値がそのまんま虫に乗るので、まあ、弱点の武器でいった方が本当はいいでござる。属性値の高いね。まあ、あとはもうこの通り、被弾を見ていただきたい。これ、フル強化できていない。まあ、防御樹でね、ブーストはしているけども、フル強化はできていないんだけども、耐性樹と防御樹のおかげで、この通りでござるよ。ぶっちゃけ防御力面で言うと、バルファルク装備、前にもおすすめしたバルファルク装備なんだけども、この、天妻ガツチに挑む時点で、集めるっていうのは結構至難の技なので、これの他だとね、MR50 で挑める月光ラージャンの月光っていうスキルもね、耐性値をがっつり上げるでござるから、まあ、その辺を入れてもいいかなと。今回は食事と、それからスキルで、雷防御と水防御上げてるでござるよ。この粉塵集約、ちょっとね、癖があるというか、少しだけ覚えなければいけないところとしては、粉塵自体は、まあ、敵の方向で消えてしまったり、それから、粉塵集約するときに、比較的近くに粉塵がないと集約してくれないっていう点と、この粉塵集約は ZR と XA 同時押しなんでござるけど、基本虫が出ているときに使わないと発動しないというところでござるな。それから粉塵の色、これ爆破と回復を使ってるでござるが、爆破が起爆の元になるので、緑色だけだとダメージが出ないでござるよ。まあ、そんな感じでね、あとはひたすら、アマツちゃんの虫を集めていくと。アマツちゃんの虫を集めていく。アマツちゃんに虫を集めていくと。ということでござる。さあ、どうでござるか。この、モンスターハンター界で、最も強いと言われている生物、虫、ユーマでござるかね。まあ、さておくとして、粉塵が若干遠いが、そしてこれ、これは、手前に飛ぶ。基本的に、上に叩き上げられる技に関しては、手前に飛ぶでござるよ。操作がね、微妙に、一回ステップみたいなの挟んでから、鉄柱主義じゃねえ。なんだっけ。かきり虫で飛ぶっていう作業が必要になってくるでござるけど。そしてこの核中撃でござるね。この核中撃も非常にダメージ量としては大きいので、あれでござるよ。左上の、エキスがある程度溜まったら核中撃を撃つと、粉塵も巻いてくれるし、ダメージも出るといった感じでござるね。まあ、即、粉塵爆破するにはちょっと間に合わないな、なんで時は核中撃を入れておくと便利でござるが、まあ別に核中撃は入れなくてもいいでござるよ。まあ使いたいタイミングで使うでござる。で、基本的な天妻ガツチとの戦闘においては、普段は横移動でござるね。
横移動してれば、まあ、当たる攻撃もちょいちょいあるでござるけども、はめられるということはないでござるよ。さあ、ここで閃光玉を投げて、この通り、大砲を撃つでござるよ。大砲のダメージはね、別に当てなくてもいいんだけども、粉塵がうまく決まらないでいると、結構時間がぐだってしまうので、まあ、なるべくね、安定技として、閃光玉を入れた後に使っていきたい。これはもうスライド。これはもう、天津の方に走る。天津の方に走れば、雷が広がるんでね、離れてしまうと、雷が広がって避けにくくなってしまうんで、基本的にはトルネードは、アマスの方にスライディングしていくアトラクションでござるよ。どうだ、アマスちゃん。うちの虫の爆発の威力は、もはやこれは兵器でござるよ。人類は、核爆弾によって、自分の人類を滅ぼしかねないと言われていたでござるが、その次に懸念されているのがドローンでござったな。そう、この、領中というのは次世代の戦術兵器なんでござる。はい、核中撃もね、溜まってれば1000ダメージぐらい入るんで、まあ、溜まってて撃つタイミングがあるのであれば、バンバン撃っていきたいではござるな。はい、あとは、粉塵を溜めていく。粉塵はね、集約させる時間も若干あるんで、天妻ガツチ大きいからね、集約当たるんだけども、こういう感じで。ただ、天妻ガツチががっつり大きく移動してしまうと、ミスする可能性もあるんで、ね、そういう点ではまあ確かに核中撃は当てやすいんでね、当てやすくてダメージも出しやすいんで、悪い攻撃ではないでござるよ。この移動も、ほぼ横に移動すれば当たらないと言おうと思ったでござるが当たったでござるよ。まあ、そんなにダメージ量もないしね、これマジで日の江さんとか、あと今回コレクト猫だけども、回復猫とか連れてくると、自分で回復することもないでござるからね。はい、横移動。はい、当たる。はい、横移動。あ、大丈夫。まあ、この辺もしっかりと回復していくでござるよ。ちなみにこれ、拙者スキルがあまりに適当なゆえ、回避距離アップを1しか積んでないんだけども、3積んでると、さっきみたいな状態でも、回避が簡単になってくるでござるよ。なんでね、動き全然わかんないという人は、回避3を積んでおくと避けやすい、ということが多々あるでござる。まあ、ダウンしても、殴るのではなくて、粉塵をひたすら溜めていく。粉塵を溜めていく。これ7つまで溜められるんでね。で、ガンガン溜めていく。あ、ボンとぶつけていく。ボンとぶつけていく。でも、隙が残ってたら、核中撃とかを入れていく。さあ、そろそろ半分でござろうか。来たでござるね、大技。で、この大技は、まあ、ギミックを使えばいいんだけども、まあ、ぶっちゃけ回復薬とか消費していたら、もうこのタイミングしかないので、戻り玉で変えるでござるよ。あと、拙者は閃光玉を忘れているので、このタイミングで、閃光玉を取りに行くでござる。閃光玉、どうしても勝てない人は閃光玉調合分まで持っていくと、あ、綺麗な花火だ。綺麗な花火でござるな。閃光玉を調合分まで持っていくと、だいぶ楽かな。まあ、拙者こいつに数十発と閃光玉投げたことがないので、耐性があるかどうかそういえば検証してないんでござるけど、こいつにとって閃光玉は非常に有用でござるよ。特に今まだいいんだけども、お助けモンスターが来た後に暴れ出すんで、そういうタイミングでござるな。はいはい、この辺はもうきっちり地面を見ながら走るでござる。ぶつけて。で、この領中残属性だから、尻尾等々にうまく当てれば尻尾も普通に切れるでござるよ。はい、これも遠くに走っていく。はい、遠くに走っていくでござるよ。操中庫に慣れてる人はね、ジャンプでかわすこともできるでござるが、うまいことやれば。まあでもそれは、ちょっと上級者向けなんでね。さ、プンジン。爆破アートした最大ダメージ、そう、これ外れるのがあるからな。これ一発二発と外すと、時間がちょっと伸びてしまうっていうね。まあ、そういった感じになってくるでござるよ。はい。これも、天津から離れる。うまくやるとね、粉塵爆破だけでね、この、なんか、溜め攻撃みたいなの止められるんだけどね、今回うまくいかなかったでござるな。さあ、粉塵爆破をバシバシとぶつけていく。もうこっから同じ作業だからね。一回1700ダメージって、フル強化されている状態の、まあ、モンスターならいいだ知らず、ハンターならいいだ知らず、このラスボスをクリアした時点で簡単に組める装備で、このダメージ出るって、まあ、操中根頭おかしいでござるよ、そう考えると。平気で、とんでもねえダメージが出るでござる。はい、これも基本離れる。ジャンプでかわした気がするけどね。まあ、基本的には、竜巻攻撃は、天妻ガツチから離れると思っていただければ OK でござる。ブレスは横に移動でござるな。回避距離推奨。この虫のいいところはね、後ろ向いてようがなんだろうが、まあ、虫が飛んでいて、ボタンさえ押せれば起爆できるというところでござるな。本来だったら、ガンナーですら手が出せないような状態でも、この時間差爆撃によってダメージを与えられると。そういうところでござるな。安全な時に粉塵を巻いておいて、
危険な時に爆破するっていうね。ザ・ジンヨウガちゃんが来たでござるよ。まあ、ジンヨウガちゃんは当然操流していくでござる。素材をドロップさせることも大事でござるからな。かっこいいね、かっこいいね、かっこいいね。もうここまで行くとハンターの付け入る隙ないんだけど、本当にハンターと戦ってる時手加減してないでござるか、お前ら君たちモンスター同士で戦ってる時の迫力が団地なんだけども。はいはい、下 A ボタンでね、このサクサクっと技を当てていくでござるよ。なんで今当たんなかったん、なんで今当たんなかったでござる。こういう時も閃光玉投げてから送流するとね、だいぶ楽でござるな。はい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 、パワーゲイザーで、これ拙者の装備の縛り上持ってきてないでござるけども、粉塵まとい、まあ、リバルカイザーシリーズに出て粉塵まといがあると、粉塵まといも追加ダメージとしては大きいので、まあ粉塵まとい持ってる人はね、持ってきたらいいかなといったところでござる。まあ、拙者もしっかり貯めて3000ダメージバシバシ入れたいんだけども、なかなか1400ぐらい止まってしまうでござるな。はい、こんな感じで、対雷があればこの通り即落ちということはないでござる。これ精霊の加護とか入れてないんで、それでも被弾が気になる人は精霊の加護を入れておくでござるよ。まずでちょっとスキル見せるけども、対絶樹があったら対絶樹もしっかりと入れておかないと、っていうか優先して入れていかないといけないとダメでござる。あ、ミサイル、ミサイルじゃない、ランチャー。だんだん実況が適当になってきた、適当になってきたでござるよ。大丈夫大丈夫、閃光玉もう当ててあるでござるからね。今回はちゃんと閃光玉当ててるから、危ないように見えてあいつはこっちが見えていないでござるよ。こっからも同じで、この辺からでござるな。総流が終わってしばらく経ってくると、あ、この確定攻撃ね、これも吹き飛ばされたら画面手前に飛ぶでござるよ。場所によってはアマスの方に飛んだ方がいい時もあるでござるが、まあ、基本的にはね、遠くに飛ぶことでござる。まあ、はめられたでござるが、まあ、大したダメージじゃないでござるよ。さあ見せていこう。はい、こういう時だね、閃光玉を投げたけどめっちゃこっちに飛んでくるでござるよ。粉塵が大量に集まっていく。特に天妻ガズチを野良でやってた時はこのタイミングから1オツ2オツで全滅っていうパターンが結構多かったんで、ここはね、閃光玉等々で畳みかけたいでござるな。大砲もこのタイミングにあるのであれば、大砲もバンバン入れていきたいでござるな。全部童話がいたって当たるっていう人はさっさと戻り玉をするでござる。誰もここは戻り玉を禁じてないでござる。もう多分終わると思うんでござるけど、まだか、まだでござるか。このね、送流した後はね、もう早いんだよね、倒すまでね。最後の一撃はまだか、最後の一撃はまだでござるか、最後の一撃はまだでござるな。頑張るでござるよ。もう一回くらい閃光玉投げとくか。ピッカーン。はい、ここでしっかりとピッカーンさせておいて、そろそろでござるよ。そろそろ終わるはず。もう終わって、もう説明すること何にもないから、はい終わり。いやー、16分かかってしまったでござるね。まあただ非常に安全に戦うことができるので、これ一つ覚えておくといいかなといったところでござる。装備はこんな感じ。まあこれただの縛りだけどね。オロミドシリーズを前進。これオロミドシリーズは水と雷耐性が高いんでつけてるでござるよ。武器はラスボスの武器。これ回連成されてるけど、確か強化してないはず。回連成可能にはしてるけど。で、スキルこんな感じね。防御7、回避性能5とかついてるけども、大切なのは水耐性、雷耐性、それから早食い、使わなかったけど飛び込みもあるといいでござるね。あと気絶耐性。まああと跳躍。じゃない、回避距離アップ。まあ、そんなもんでござるよ。防御力に関しても、フル強化してなくて、確かにレベル17とか20で止まってるはずでござる。はい、16分32秒。というわけでね、アマスに勝てない人はぜひ参考にしていただきたし。